ところの近くなんだけど、ちょっといい感じのところに公園があったので、公園で今一人一人座ってる。パンダちゃん、ホテルのもう高田カフェアレ、こんばんざーい。なべちゃん、こんばんは。ちょっとみんなのコメント見てるとすごい目線下になっちゃうね。なべちゃん、あれ今なべちゃんだっけ。なべちゃん、こんばんは。はるくまちゃん、こんばんざーい。松は素敵な顔。カラス、カラスめっちゃ鳴ってる。というかさ、今半袖なんだけどさ、虫がすごいいそうで、それが怖い。ああ、マジマルだ。こんばんは。あのご当地のフラペチーノ飲みたいよね。飲みたいよね。ナンシー、こんばんざーい。カラスかわいい。カー、カーってめっちゃ言った。カラスどっか行った。え、すごい飛行機飛んでる。こんな飛行機飛ぶ。ジュンディ、ハロー、ミセス。あれ結婚してる？笹川結婚してる？ミセス。ジェス君でいいのかな？こんにちは、ジェノベーゼ。あ、もう挨拶が。そう。こんにちは、ジェノベーゼになってきてる。パルタ君、こんにちは。パスタ、ジェノベーゼパスタ。ジュンディ、静岡から、お帰り。おきえり、かなちゃん、ぼっち寂しいかい、さちゃんの配信、いいタイミングで、いいタイミング配信、唐突に、もうここの時間しかないと思って、まず明日の新潟ワンマン頑張って、ありがとう、頑張ってくる、明日もう新潟いるんだよ、明日もこの時間は終わってるか、ワンマンライブ終わってますね。まだらけ新潟会社に楽しんでる、電車の中、あ、無音か。パパ早すぎてびっくりして飛び跳ねたら足つらしちゃった。大丈夫。お、そっけん、こんばんざーい、こんばんざーい。たくやり、わーい、わーい、わーい、プルプルプル。準備、台湾より近ければ近所。あ、でも台湾確かにまあまあ近い、日本からまあまあ近い。北海道とか沖縄行く方が遠いでしょ。新潟浜行く人は足の分まで、うんうん、虫虫虫、ちょっと自然豊かすぎて虫が。アクスタとメガネ、メガネ結構でかくない？わかんない、視力どれぐらいなのか見える。毎日毎日全国の人回りたいね。そう、新潟のばっかり柿の種チョコレートフラペチーノも飲んで。え、みんなどれが一番飲みたい？あれ、水パパ、さあちゃん、飛行機、ひなた、いやー、あ、待って、整骨院で音ダダ漏れ。イヤホンないから無音とかじゃなくて音ダダ漏れパターンね。整骨院の先生、こんにちは。ジュンディ、ちゃんと、あ、ロキシー、なんか柱がドーンってあるんでしょっていう噂を聞いた。あ、そう、今日トリートメントしてきて髪切った、ちょっとちょろっとね。海足すっきり、先に出しちゃった、ワンマンの前に。シカちゃん、特典ありがとう、時間見て、お返事いいよいいよ。あ、輝る、蚊だけは何としても。血吸われやすいんでね。え、どうしよう、撮影会めっちゃ血吸われてるかもしんない。さこらさっさと、あ、笹団子輸送中。チュンディ、明日ロキシ。違う人のライブやってると思う。お手紙は忘れなかった。おー、お手紙せっかく書いたんだもんね。まあ、やったーやったーやったー、万歳。あ、そう、ちょっとこの配信短めだと思うけど、ちょっと蚊がめっちゃいるから、なるべくあまりここに座りたくないけど、ここぐらいしか配信できるところがない。ちょっとめっちゃ蚊をパッパってやってると思いますが、ご了承ください。明日楽しみですね。ついに念願の新潟県でのワンマンライブ、待ちに待った。はるくまちゃん、新潟は初めて行くんだけど、うん、
めっちゃいるな。関東と服装、あ、同じ感じで大丈夫だと思う。ただ夜が結構、まあそれはこっちも一緒か。夜が結構冷えるかもしれない。朝夜日が暮れてから。でも日中はこの前行った時はめちゃめちゃ暑かった。新潟なんか涼しいと思われがちなんだけど、意外と夏めちゃ暑いから、ね、そう。でもね、天気がねあれだから、もしかしたら、まあでもやっぱ羽織れるのは一枚持っていった方がいいかも。くにくに久しぶりです。くにくに久しぶり。あ、せいいちもこんばんざーい。今日はそう、今日はもう早めじゃないとね、多分みんな新潟行けなくなっちゃうんで。ロクタの素敵な顔こんばんざーい。アク先生、なっちゃん、あー仕事中、仕事中、頑張れ頑張れ。アタクチャンス。新潟のプリンセス笹かける。日で昇格初日の、確かにね、昇格して初めてのライブが新潟ワンマン。素敵ですね、お餅。ということはそっか、衣装変わるんだ新潟ワンマンから。え、楽しみだね。まだ、え、本当にツイッターで知ったからメンバーもみんなツイッターで知った、初めて。いや、わかんない、もしかしたら笹川以外の人は知ってたかもしれないけどツイッターで初知りだったから。だから衣装どれ受け取ってるとかもまだ見てない、まだ知らないです。ゆうき、もちまるゆきちゃん、たなちゃん、コンタクト取ったら手に持ってる携帯の文字、あ、一緒、自分も全然見えない。本当に割とコンタクトしてる今でもこうめっちゃ近づいちゃうし。みちパパ、いろいろありがとな。遅くなったわね。得点とか得点とか得点で、ね、全部得点、みんなに特典をいっぱい送りつけた。これに壊れてそう。お前、笹川の美味しいチーいっぱい吸ったか。もう絶対吸われてるだろうな、どっか。なんか臭しと言ったらいいかな。虫除けは持ってないけど、この時期の新潟蒸し暑い、蒸し暑い、そう、ムシムシしてる結構。ラプちゃん、明日まで、いや、そうだね、終わらせてほしい。ラプちゃん、3分動画作り終わって、すごいね、いっぱい作ったね、お疲れ様です。ダメだ、スプレーが取れない。ラプちゃん、髪さらっと、そう、トリートメントしたからな、5ステップトリートメントいいトリートメントしてもらった。サラ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 だよ、今すごいサラサラ、いい香り。4時くらいになっても、あ、そう、起きてた、ちょっと作業をね。ジュンディ、あ、外観だけ見たのね。ロキシー、ロキシー、ダイ、こんにちは。サラサラサちゃん、サラサラサちゃんね、待ってください。ファン来た時びっくりしたかもね、ファンかな。まあ、でも確かに動物とかなんかそういう虫とかには好かれるの結構。楽しみ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 、新潟楽しみ楽しみ楽しみ、お前も楽しみ楽しみ、ば、みんなに会えちゃう新潟で。猫パン、ここで推しは、推しは合わせ。ラプタ、明日楽しんできてください。ありがとう、行ってきます。カッペ、あ、お知らせ、何しようかな。でワンマンライブかな、いや結構見てくれてるから。やっぱり7月18日日曜日と7月31日土曜日ワンマンライブがあります。7月18日日曜日は、静岡県でのワンマンライブ、昼夜2部制であります。7月31日は東京の日本橋三井ホールさんで昼夜ライブあります。
もうね、ワンマンライブは何が何でもどこかには必ず来て、ぜひ見ていただきたい。いや、絶対見た方がいいね。なのでぜひチケット販売中です。チケットこのプロフィールの欄から飛べるのでね、申し込みページに皆さんぜひゲットしてください。ゲット、ご予約はお早めに、いつなくなるかわからんからね。あ、だだー、またまたなー、またなー、仕事中。セミタンも来てくれてる。あ、お知らせタイム2回目ありがとうございます。お知らせは次バンザイジャパンの台湾ライブは6月28日月曜日、新宿レニーと、あと6月29日池袋でリリースイベントがあります。でも笹川は28と29いないんですけど、笹川が次次回出演する、次次回って2回言ったねライブは出演するライブは7月1日ですね。多分7月1日は早い時間になるかと思います。7月1、2、3、4ってライブあるから、ぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。タカペかわいい、早く会いたいよ。大阪、大阪ライブいつ一回ね、なくなっちゃったからね、大阪だけどね。あ、雨降ってた、今雨やった。おお、明日どうかな。でも台風だいぶゆっくりめみたいだね。だい、今日サッさんが、あれ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 、夢に出てきた。え、やった。どんな、どんな役、どうでした。あ、うちさっきお昼頃覚えてたのにな、今日の夢なんだったっけな、思い出せない。でも最近結構ね、なんか面白いっていうか、内容がしっかりあるストーリー性のある夢をがっつり見る。うん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 、面白いテンプレコメントでしょ。定期分考えた。紅白衣装、あ、白、そうだね、確かにお餅は白だな。紅白、明日の天気予報ありがとうございます。天気予報、お手紙ありがとう。遅くなったね。みんなみんなにね、送りつけたね。パンダちゃんにもマオにもキュンってしたかな。キュン、そう、トークポート、トークポート、笹川6月全然できてなかった。結局6月最終週もなんかあるかと思ったらなかったし、6月は全然トークポートできなかったんですけど、7月はまたあるかな。笹川の個人でトークポート特典も設けてるので、ちょ、7月からね、またちょっと内容変わるかな、変えるかな。なんか1日に3枠以上お電話してくれた人向けの特典と、あと7月その1ヶ月の中で3日間出席っていうのかな、なんかしてくれた方向けの特典ご用意してるので、はい、ぜひ次回トークポートあった際は、基本的に月曜日の夜やるかなと思うんですけど、またね、テレビ電話してください皆さん。もうずっと虫がいる気がする、この周りに。ひかちゃん、明日用事が入る。あれれれれ、特典頼めるかよ。もうでもたまにさ、早めに開いてるね、特典のページ。あ、なんか顔動員するハイパーささがさせた。もう顔の動員、多分ね、今動員数5匹ぐらい人気人気。ただし4月の特ポット特典、あ、そう、出席してた、してた、4月は数えた。明日のことを考えたら悲しくて寝れなくなった。じゃあ今日のことを考えよう楽しいことを考えよう。いつも仕事やる気起きない起きて仕事やる気起こして、でそろそろかなって思ったから、あ、そう、新潟で発表かなって思った。
新章が新章じゃなくなる。新章？新章？え、でも次の衣装が追加されるまでは新章かな。あ、15分経った。そろそろ終わろうかな。ただのコメント読んだね。レナの目は4月来なかったから3日間できてないと。うん、できてた。笹川んとこは。でこの前の配信で会えて何か発表あるって聞いた。あ、そういうこと？そういうことか。でその時はね、全然あの笹川持ち丸昇格すること全く一切知らなかったですよ。本当に本当にツイッターで知ったからね。あ、そうなんだって。多分メンバーほとんどみんなそう。王子は、あ、王子はトリートメントじゃない。なんかね、商品名はね書いてなかった。でも髪質改善的な5ステップのトリートメントにした。商品名はよく分からなかった、何を使ってるのか。ドアップ、前髪もちょろっと短くなったね。最後まで気が抜けなすぎて。待って待って、みんな仕事すげー頑張ってる。新潟ワンマン来るためにね。ジュンディ押さなきゃいかないグループ、いけない。バンザイジャパン、バンザイジャパン、あれはずっと前から間違えてるんよ、公式さん。焼き餅こんばんざーい、こんばんざーい。サヒサラサラササさんだよ。サラサラササさささらさら。サマス、かわいい目してる。サマス。ゆうた、こんにちは。お疲れ様。みんなお疲れ様。だんだんと定時18時の人が仕事を終えてこうね言ってくるあたりかな。だがしかし、笹川はそろそろ配信を終えるよ。ピュンピュンってコメント読んでいく。みんなありがとう、コメント。今日夜できなさそうな気がするので、できなさそうなので、ちょっとこの時間に急遽配信でしたが、ごめんね、短めで。明日のところ曇りか、晴れてくれよ。曇りなら晴れてくれよ。テレジ君も新潟に帰る。あ、前もね、この前も連れてった実家に。そしたらお母さんがテレジにカブトムシ見せてた。聖火リレーいろんなとこで見て思ったけど、津田ワンマンも、そう、次いつ新潟でライブできるか分かんないからね。ササにめっちゃ怒られるよね。え、何今日。ふーちゃんこんばんは。外だと配信、そうなのよ、ちょっとね短い時間というか、虫にめちゃめちゃ刺されそう、食われそう。一瞬一瞬大事に。それはそう、本当に。まあキュンだった、よし。キュンしちゃった。キュンさせた、よし。のり、あら、かわいい子、のり。仕事中かな、なんか。うきくん、素敵な顔。だ、一緒に登山してる。あ、登山。いいね、登山したい。いずパパ、28日ないならチケ代に使うかな。28日ない。あ、トークポートの話かな。28日確かにトークポートあるとかまだ聞いてないな、そういえば。聖地事件なんだ。うきくんこんにちは、バンザーイ。初見枠含めて3日でも、あ、確かにその例は今まであんまなかったな。あんまっていうかなかったな、考えてなかったけど、 OK にしよう。うん、オッケーにします。うきくん新潟から愛を込めて、明日新潟行くよ。ジェンディ、チェキは特典券、そう、2枚です。あこちゃん、面倒な仕事は今日ドカーン。ぶち上げた、ドカーン。嫌な宿題は全部ゴミ箱に捨てちゃえってやつ。教科書見ても書いてないけど、猫パン大名作さん、多分
多分大体ズッキュンされてる。ズッキュン、やべやべ、外だった外だった。聖地オンライン楽市楽さん、お届いた。耳からの、やばいな、それは耳からのってちゃうのやばいな。ジョロ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 ね、ありがとうね、お疲れさー、りんちゃん、りんちゃんりんちゃん、りこ、明日、ありがとう。アック先生、2週間ぐらいぐるんぐるん脳みそ回転させた仕事やっと手放せた、えらい。まだ終わってなかった、本当の戦いはこれからだ。すごいな、お仕事頑張ってて。で、終わろう。佐藤ちゃん、こんばんは、明日の新潟マンライブ頑張ってください。ありがとうございます、頑張っていきます。めちゃめちゃ最高のライブにするよ。マリダリー、新越温泉、あれいいでしょ、白雪からの眺め、正解。よう分かったね、分かるか、分かる人には。トントンティー、こんばんざーい、もう終わっちゃうけど、ありがとう、みんなおつささしてくれて。安さがもう一頑張りしてきます、いきます。白雪、日曜日か、めごい、めんこい、めごい、めごいって言わんな。明日を、ありがとう、明日会える人はお楽しみに。ピッピッピッ、うーん、ありがとう、パッションね、仕事頑張れ、パッションね。ギャングなのかな。おつーおつー、あ、ネロもね、お疲れ様でした、ありがとう、明日よろしく。あ、みんな気をつけてきてね、本当にね。パラちゃん、ハート、うーん、ナポ、あなたなのよ、私です。終わりたいと思います。ありがとうございました。